岩見銀山処刑場は、島根県大田市大森町の岩見銀山造船、寺口番所跡近くに存在したと伝承される、天領時代から、明治初期の公開処刑場を及びその遺跡、12カ所の口番所のうち最大規模。倉線、寺口番所は、桜内と呼ばれる、岩見銀山の山内と大森町の境目に位置する、番所で、湯の津方面への移動と並んで往来が多く、 人や銀の出入りを厳しく監視していた。人通りの多い口番所付近に設けたのは、関所の隣である人々が威棄することにより、犯罪を抑制する意図があったと考えられる。当時岩見銀山内で、採掘作業に従事した甲府などが銀を盗むなどの罪を犯した際、治安維持のため公開処刑する場として、江戸時代に運用が開始された。地元では、首切れ状、 首切れ形状跡とも伝承される。手入れされていないため、流言寺漢方などの整備された観光地と対照的に荒れ果て、石碑も雑木に埋もれ、風化侵食した墓石が山肌に散在している。これは処刑された人たちの霊を慰めるため、親族などが治めたもの。戦後、シンボルであった貼り付け紙は撤去され、井戸は塞がれ、雑草が生い茂っている。伝承によれば、 主として罪人は残首、貼り付けが行われ処刑された後、山肌に現存する井戸に捨てられたり、遺体を肝に包んで千人壺に運び井戸のような穴へ、廃棄されたという。ありがとうございます。